はい、皆さんこんにちは。製薬サラリーマンですけども、出張に行った時の動画です。東京駅八重洲口のですね、ホテルハイマートというところに出張に行ってきたので、ちょっとその様子をですね、動画に上げさせていただこうかなと思ってます。部屋はですね、1007号室ですかね。10階の、最上階のお部屋でしたね。はい。出たところで、部屋の方に向かっていくという感じです。もうすでに日が変わりそうな時間帯だったんでね、かなり静かな感じになってます。はい、こちらが、泊まるお部屋という形ですね。かなりコンパクトです。こちら部屋のですね、お手洗い、風呂、トイレという感じですね。ちょっと部屋の、様子を撮っているところです。これが10階からの景色ですね。東京駅の、結構近くてですね、便利な場所にあると感じました。これでもう12時近くですからね。終電の1本前の新幹線で大阪から来たので、結構着いた時間としては遅かったんですけども、さすが東京駅というか、これだけ明るい感じになってますね。結構長いですね、ここの部分ね。はい、ということで、今晩は会社出張でですね、東京駅八重洲南口のホテルハイマートというところに来ております。部屋がこんな感じなんですけど、狭いですね。なんというか、もうベッドだけと、あとはなけなしの机ですかね。で、ただかなり立地はいいのかなというところで、これ、1007号室10階なんですけども、窓からは東京駅が一望できるというような感じでね。で、これ大丈夫なのかなと思うんですけど、窓が開いちゃうんですよね。こんな全開でこんな開いちゃっていいのかなという感じですけども、でもこのおかげでね、東京駅を遮るものなく10階から見られるという眺望は悪くないのかなという感じです。危ないんでね、閉めておきましょう。で、今日は会社の出張で、明日朝こっちで仕事があるので、夜の9時ぐらいですかねに新大阪を出発して着いたという感じです。で、値段なんですけど、確か、1泊8900円だったかな。部屋のね、クオリティはお察しかなというところですけども、東京駅にね、これだけ近いっていうのは、一つ魅力の部分ではあるのかなと思います。で、建物がね、ちょっと古いみたいで、こんな感じの鍵なんですけど、なんとね、反対側の方はもう10階なんですけど、壊れてしまってるというね。別にここから落ちるわけはないと思うんですけども、年季を感じるホテルというところでしょうか。こちらテレビなんですけど、つきませんね。電源のボタンがここにあって押すんですけどつかないと、コンセントも刺さってるんですけどね、何なんでしょうか。ついたラップバトルですよ。珍しいっすね、こんなの初めて見ました。テレビで放送されてるの。有料チャンネルも完備されてるとおなじみですね。はい、先ほどね、8900円ということを話しましたけど、朝食はついております。外に入ったと、外じゃない、外に入るってなんですかね、エレベーター上がったところにね、ウォーターサーバーは置いてあって、それはなかなか、いいのかなと思いました。もう夜中の12時半になろうとしてますけど、東京駅の駅前、こんな感じですね。まだ結構横断歩道にも人がいるし、さっきからね夜行バスがもうすごいんですよ。東京駅の八重洲口出たとこからもうバシバシね車がどんどん出てきてね、これから全国各地に、夜通し行くというところなんでしょう。いろんな今夜行バスが走っててね、結構、高級、あとは4列シートいろいろ話題になってると思いますけども、こんな感じでね、いろんな宿に泊まるたんびにですね、ちょっとその宿の様子なんか、をお伝えできたら、いいかなと思ってます、よろしくお願いします。はい、おはようございます。こちらが、翌日の朝の東京駅の様子ですね。ちょっと急いでたので、時間としてはかなりコンパクトですけども、こんな感じでした。これ朝食に向かうところです。ホテルってすぐ左に入ったところにですね、八重洲の地下街に向かう階段があるんですけど、これ、ホテルの朝食券です。その地下街に向かって、階段を降りていくところですね。地下2階まで下がるんですけども、1階にはご覧の通りですね、麻雀店もあるという感じになってます。でこれ地下まで降りたところでですね、ちょっと店員さんと目が合っちゃったので、動画はここまでとなってます。ご視聴ありがとうございました。